大社定石は、以後の定石につけられた俗称の一つで、目外しへの係りから発生する定石を指す。派生する変化型が多く、複雑な戦いになることから、大社百変、大社千変とも呼ばれる、南海定石の代表的なもの。天保頃より特に研究が進み、現代でも多くの変化が生まれ続けている。また、古木への証言間係に見まばさみした場合も、 大社定石となる余地がある。なお、本来、者は、桂馬を指す語で、大社は、大ゲーマに移って全般を意味する言葉であるが、単に、大社という場合でもこの目外しからの大ゲーマがけ、定石を指すことが多い。基本型は、目外しへの小目への係りに対して、黒のところに打つ形で、このの手を、大社がけという。この後の変化の中で、 戦い含みの大型定石に発展するものも多く、その後の戦いには他の隅の排石も大きく関わってくるため、周囲の状況に応じた着手を選択しないと全局的に不利となる。黒の立場では、周囲に自分の強い形がある場合に特に効果を発揮する。白の一般的な王手としては、図二の A、B、C、D があり、特に D からの変化が多く、 ここからの変化を指して、代謝定石と呼ぶことも多い。このほか、小目への桂馬掛かりに対する見まばさみに対して、代謝掛けが打たれることも多く、これも代謝定石の一部として扱われている。並びと応じた場合は、黒1、白2で一段落し、黒はこの五上辺に展開するのが一般的。この形は変化が少なく、 白からは最も紛れのない形であるが、黒から大社でなく桂曲掛けに打って白、黒1の右下、白2と進む定石に比べると、黒の形に弱点がなく、黒に不満のない進行と言える。本因坊秀和中作の語では、この並び方で打った語が多くある。下付けと応じた場合、黒は A、B の王手がある。黒 A の場合、以下白2、黒3、白4となり、 穏やかな別れとなる。ほぼ互角の進行と考えられるが、これも黒から桂馬掛けする定石に比べると、白が一本を多く張っているところに、黒の満足がある。黒 B の場合、イカ白2、黒3、白4、黒5、白6などの進行が考えられ、比較的穏やかな別れであるが、白は人傘の具形であり、損を先にする点に不満を感じる可能性はある。 コスミ付けに対しては黒1が普通であり、それに対して白は A と B の選択肢がある。どちらの場合も白の実利、黒の勢力という別れになる。また白に対して黒 A と打てば黒が一見バサミして白とする定石と同型となる。飛び付けに対しては黒1、白2、黒3まではほぼ必然で、続いて白 A と白 B の変化がある。 下次下次に対しては黒1の一手で白2、黒3、白4までが自然な流れ。続いて黒からは A、B、C の3通りの打ち方があり、それぞれに膨大な変化があり、定石化されている。中でも黒5黒11などに進むのが比較的よく打たれる定石。部分的には互角だが上辺左方に黒石がある場合には白が苦しい戦いになる。 また黒7の手では、他にも多くの選択肢があり、中には、はめて含みのものもある。黒1の時に、白2に当て返す手は、上の定石が不利となる場合の手段で、以下黒9までも定石化された手順だが、通常は黒やや良しとされる。上次上次は、白の主張有利が前提で、黒1から7まで定石で、部分的には、黒の実利が大きいと見られるが、 白先手であり、周囲とのバランスで有力である。黒の代謝がけに対して、白は手抜きも有力な手法である。白が手抜きをしても、黒からもう一手で、隅の白を取り切る手がないため、ここを黒からもう一手連打されても、白としては効かしと見ることもできる。小目に対して小芸間がかりして、三軒に挟まれた時に、代謝がけするのもある手で、 ハサミがない場合と似た経過をたどることが多い。高いミマバサミの場合の変化は、昭和50年代にミマタカバサミが流行し出してから研究された形。一例として、黒球と具形に下がるのが面白い手で、この他にも多くの変化があるが、未完成定石の分野となっている。本因坊竹輪が明治民についた後の天保6年、竹輪大居年を作する。 井上原案隕石が、弟子の赤星隕鉄を、竹輪に向かわせた一曲。右上隅で三間ばさみから大車型が生じたが、33手目の黒1、白2、黒3が、イカドの引手として研究されていた手で、序盤は黒有利に進むが、竹輪が逆転勝利し、結核を病んでいた隕鉄は投了と同時に凸傑し、1ヶ月後に、世を去った。 本陰謀秀作18歳児の井上、原案隕石との対局として、著名な耳赤の曲でも、幻案は大社の新型を繰り出している。この時の手順は互角の別れとなり、現代においても定石とされている。1956年の5 0元、高川収穫10番後で、すでに高川は先合い先に打ち込まれた後の第9局黒番高川は、 左下の黒の厚みを背景に、左上で大社を仕掛ける。白は戦いを避けて、当て返しの定石に進もうと数で、白に当てるが、黒は左下に、鉱材ありと見て、黒 A と切り、イカジロ B 抜き、黒 C の鉱材、白交次、黒 E の振り替わりとなった。高川は、本局、第10局と連勝し、通算成績を4勝6敗で終える。 1978年、本因坊戦七番勝負第二局の加藤、正尾本因坊、挑戦者、石田義雄戦では、左下隅で白の目外しへの黒の係かりから、退社定石となったが、右下で、白が狙いの手で、可変と右下の黒が絡みとなる白の理想的な進行。ここで、白は優勢となったが、その後黒が逆転勝ち。七番勝負最終局でも、 石田は優勢な号を落とし、1975年以来の本因坊福井はならなかった。2003年、名人戦七番勝負第一局、与田則元名人、挑戦者、山下慶吾戦では、白は左上の勢力を背景に、左下隅で退社が消し、黒も戦いを回避して上、次上席を選択。 さらに図の局面で通常は黒 A と抜くところ黒に打つなど工夫を凝らし、白の勢力の働きを制限して勝利。7番勝負も4から1で制して、名人戦4連覇を達成。ありがとうございます。